皆さんこんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の第2課のビデオです。これは大家でやっぷゆダジャダルユみんなの日本語の中級の1番の第2課の17番目のビデオです。これはですね、3番読みましょうのその後半、ラターハーフね、後半のビデオです。教科書の56ページですね。56ページを見てください。でこのページのと前半ね、あのファーストハーフはこれね、ここをやりましたから、今度はね、この第3段落はね、またからスタートね。これね、またこれですね、またからこの下の部分をやっていきます。では読んでみましょう。よかったら一緒にシャドーイングしてみてくださいね。また使い分けも複雑で、前から読んだ方がいい。そうだね、前から全部読みます僕はアメリカから日本へ来てもう5年になる。しかし未だに外国語が苦手だ。カタカナの言葉は僕みたいな外国人には簡単だと思っている人がいるが、とんでもない。まるで宇宙人の言葉のようだ。まず発音が紛らわしい。日本人は英語と同じだと思っているかもしれないが、全く別の言葉としか思えない。僕自身もそうだけど、他の国の友人の中にはコーヒーとコピーの違いがわからない人もいる。はい、これがあの前のね、昨日のビデオです。でここからね、あの今日のところになります。また使い分けも複雑でよくわからない。初めて日本へ来た頃、レストランでご飯くださいと言ったら、ライスですねと言われた。アドレスはと聞かれて住所を教えたら、相手がびっくりしたこともある。アドレスは日本語ではメールアドレスの意味なんだそうだ。それにアポとかプレゼンのような言葉になると何が何だかわからない。今のこのね、第3段落ね、The third paragraph やってみましょう。これね、これはの今回 の, あの文法のビデオでやりました。これね、何々たら、ね、こっちもそうですけどね、たら何々たですね。でこれはご飯と言ったらライスと言われたですね。これあの私はね、ご飯と言いました。そしたら全だよね。そしたらライスと言われましたってね、言われました。もう一つ、住所を教えたら、これアドレスをくださいと言われたんだよね。すいません、アドレスくださいって。で住所を教えたら相手がびっくりした。で私は住所を教えました、言いました。そしたらその相手ね、会話の相手の人がびっくりしましたですね。何々したら、これね、前のことをしたら、でした後 でこの結果だよね、この結果、ジエゴね、結果だよね、リザルトね。 Do this, then, have this kind of reaction どういう感じ、たらたという文型でしたね。例えばあの何がいい、例えば薬とか、薬を飲んだら元気になったとか、例えば、毎日運動したらで細くなった、痩せたとか、ね、こんな感じですね。次行きましょう。これ何々の意味なんだ、これんーですよね。これあの前の初級の、あの初級ってビギナーレベルね、みんなの日本語の26課、レッスン26ね、26課でやりました。あの話し言葉でね、口語ね、ベガをハオユね、スポークンフォームで何々うんですね。ここではこれはね、説明ですね、エクスプラネーション、説明のうんです。だでそうだ、そうだというのはこれね、聞きましただよね。そうです。これは何々と聞きました。天銀はあるね、天章だね。I heard like this。そしてプレゼンのような、プレゼンのようなっていうのはみたいだよね。みたいな、プレゼンみたいな、これプレゼンはプレゼンテーション、例ですね。例えばプレゼンのような、プレゼンみたいな言葉に
なるとなるとってなったらだよね。辞書形とだよね。ここ辞書形入れて何々するとね。例えば言葉になったら同じ意味です。このような言葉になるとなんか英語だと When it comes to だよね。When it comes to a vocabulary like presentation だね。何が何だか分かりません。何が何だか、これもねワンセットで使います。何が何だか分からない、いつも一緒です。で何 What is what ね、何が何だか分かりません。 What is what ね、全然分からないという意味ですよね。なんか他の何が何だか分からないのなんか他の言い方、さっぱり分からない、あそこ書いとこうか、さっぱりさっぱりはもうあの全く同じね。さっぱりとか全くわからないという意味で使います。何が何だかわからないですね。でね、次へ行きましょう。日本語でうまく言えないから使われる。これここにありましたか？あ、違った。すいません。続きへ行きましょう。続き読みます。ではですね。4番第4段落ね、 The fourth paragraph 最近は読みます。最近はアイデンティティとかコンプライアンスなどの言葉も使われている。日本語でうまく言えないから使われるのかもしれない。しかし日本語で言えるのに外来語を使うのは問題だ。例えばよくポリシーという人がいるが、考え方とかやり方といった方がずっと正確で分かりやすい場合が多い。じゃあこの部分やってみましょう。で、ね、日本語でうまく言えないから使われる。うまくは上手にの意味だよね。なので日本語で上手に言えない、言うことができない、可能形ですよね。言えません、言うことができませんから使われる。これ受け身ね、パッシブで、あのベイアンシオンね。これってあのその多分ね、広東語、私の友達でのなんか香港の人だけど、なんかね、多分ビジネスの話をするときかな、いろいろなことでその広東語でいい言葉がないから英語を使った方が分かりやすいんですね、多分ね。だからあの英語でなんかこう全部広東語だけど、こことかここにこうかんあの英語が入ったりするんで、そういう人すごく多いですね。あの日本語だと少ないと思うんですけど、なんかね、そう思います。でも日本語もあのなんかトレンド、なんかトレンドね、トレンドの話をするとき、なんかファッションとか音楽とかあののときとか、例えば IT とか新しい話をするときに全部外来語を使わないで全部日本語でするのはかなり難しいですね。だからそんなときに日本語でうまく言えないね、もう日本語に言葉がないとか、日本語で言うとなんかその元々の意味がよくわからなくなります。だからあの外来語を使うのかもしれません、うん、でも実際そうかもしれませんね。ではね、次へ行きましょう。次はねこちらを見てください。で、ね、日本語で言えるのにだね。こののには久しぶりに見ますね。のに、のにというのはちょっと意味が深いよね。ディープミーニングね。言えるのには言えるけど、言えますが、ね、そう、but だね。でも、しかし、プラス、残念の意味だよね。日本語で言える can say だね。日本語で言うことができるけど、残念ですね。ね、の外来語を、外来語を使うだね。外来語を使うのは。ちなみに、これって、これは、ずっとね、これ全部でここまでだよね。これが私はとかこれはとかのサブジェクトメーカーだから長い主語ですよね。でこれ使うのは、これ no は名詞形ね、 turning into noun ね、使うことだよね。 so using foreign language あのの using 外来語 borrowed word even though you can say that in Japanese ね、長いよね。次です。やり方と言った方がずっと正確で、これやり方もこれポリシーの日本語ね。やり方と言った方が、これは
ポリシー、あ、言い方にしようか。言い方とポリシーね。言い方、こちらの方がだよね。の方って、方は方向の方だよ。ディスタレーション、そう。と、やり方とポリシー、どちら、こちらの方が、this side is more だよね。の方が、ずっと、much more だよね。ずっと、正確で、much more accurate ね。正確というのは正しいよね。accurate、正しくて、ね。そうです。そして、次ですね。5番、第5段落です。the fifth, パラグラフね。もちろん、僕は外来語に 100% 反対なのではない。誰でも普通に使っているシャツやパソコンなど、今さら変える必要はないと思う。次も読みます。外来語は日本語になくてはならないものだが、使いすぎは良くない。バランスが取れた使い方を考えなければならないと思う。ちょっとこれこうしてこっちに持ってきて。そうですね。で、ここからね、100% 反対なのではないなんですけど、これ実は100結構大事です。で、何々ではない。で、これで It's not 100% I'm against ですね。これ全部何々ではないとか、いつも何々ではない、みんな何々ではない。これ 100% の言葉を持ってきて、not always, not everything だね。うん、はい、大河道杯。うん、はい、全部道杯だね。不是全部とか、不是大家、不是总是。これ、部分否定ですね。これ、部分っていうと、パーシャルね。一部分ね。部分で否定です。そう、これ否定いいよね。部分否定っていうのはパーシャリーネガティブです。So, I'm not 100% against it. でも多分、まあ、80% とかかな。ここではね。80、90% 反対です。でも not 100% です、ね。例えば私は、毎日、ほとんど毎日日本語を教えています。ほとんど毎日ね。1週間に7日ぐらい。すごいよね。でも、時々休みます。で、そしたら、毎日が 100% ね。毎日日本語を教えているのではありません。と言います。それは、時々休みますからね。あと、例えば、日本人はね、みんな寿司が好き。みんなだよね。みんな寿司が好きなのではありません。で、まあ、みんな好きなわけじゃありません。でもいいんだけど。で、これって、ほとんどの日本の人は、まあ、大体みんな寿司が好きです。でもね、時々ね、寿司があまり好きじゃない日本人もいますよね。私の友達だと、みんな女の子だけど、3人かな。ほんとびっくりしました、私。お寿司好きじゃないの?でも5回ぐらい質問したと思います。本当に好きじゃないの?私はお寿司が大好きなんですけど、皆さんどうですか?でも香港人は結構いるよね。お寿司が好きじゃない。でも広東料理が好きじゃない香港人って少ないよね。そうね。でも、みんな、香港人がみんな、100% みんなの広東料理が大好きなのではないよね。あまり好きじゃない人もいるかもしれないね。で、ね、続きいきましょう。次ね、今更というのはもう遅い時使います。ね、今、もう too late ね。今更変える必要はないと思う。もう今はもう遅いですね。どうしてってね。もうね、外来語をたくさん使っています。例えば、なんかタバコとか、ここにあるシャツとかね。例えばなんかペンとか。これももう本当に普通の言葉ですから、わざわざもう一度、なんか日本語のオリジナルの日本語を作らなくてもいい。みんなが使っているから、もう it's too late to change ね。もう no need to change it anymore です。それから、日本語になくてはならないものだ。ね。なくてはならないものだ。これね。に使います。なくてはならないものだ。これってもう一つのよく使うエクスプレッション、表現だよね。普通話のプーカーフォーチェーだ。ね。一定需要だ。ね。もう something that we cannot do without。そう、この外来語は
もう日本語の中ではもう本当に必要です。絶対必要です。外来語ね、外来語は日本語になくてはならないもの。例えばコーヒーとか、もうね、あの他の言葉ないですからね。コーヒーとか、例えばなんだろう、なんかテレビとか、なんかテレビは、ね、本当に必要ですね。で次です。使いすぎだね。すぎはこれちょっとダブルチェックで、すぎって言うと too much だよね。そう、overuse の意味です。ね、go だっけ、go ね。そう、あの、太、なんで、too much usage、そう、使いすぎ。これ名詞ね、it's noun ね。そう、overuse is no good、良くないです。で、バランスが取れた使い方、これ、あの、ここにが使われていますよね。これね、が、どうしてがか分かりますか？バランスが取れた。これね、取ります、取れます。可能形だからです。It's possible form. So, バランス、オリジナルはバランスを取ります。Keep balance.、ね、バランスを取ります。ね、なんか not too much, not too little みたいなね。で、バランスが取れた使い方でね。So, very well balanced usage.、ね、バランスが取れた、ね、あの使い方です。バランスを取るとか、バランスが取れた、バランスが取れたは本当よく使います。例えば食事、ご飯ね、なんかいろいろなものをよく食べてバランスがいいね。バランスが取れた食事とか、例えば体とか、バランスがいいです。バランスが取れた体とか、例えばなんだろう、なんか関係とか、リレーションシップとか、いいバランスです。バランスが取れた関係ね、关系ね、だけど关系ね、リレーションシップとかと使ったりします。さあ皆さん、今日のあのビデオどうでしたでしょうか。今日これ外来語全部終わりました。で次のビデオはどうしよう、うん。これちょっとやってみようかな。なんかここら辺かな、チャレンジします。これもしかしたら誰か私あの。私の中級のレベルの誰か学生に手伝ってもらおうかな。で一緒にやったら面白いかもしれないですよね。ちょっと考えてみます。もしかしたら次のビデオ問題に行くかも。こっちの問題ね。ちょっと今日あの今晩寝ながら考えます。じゃあ皆さん今日はあのこのビデオ見てくれてどうもありがとうございました。あのここまで見てくれた人よかったらあのLIKE押してくれると嬉しいです。あと誰か友達でねお勉強している人がいたらぜひあの紹介してください。あのもっとねあのいろいろな人がこのビデオを見てくれるとなんか撮っているなんか意味があって私も嬉しいと思います。どうもありがとうございました。じゃあまた明日会いましょうね。じゃあね、お疲れ様、バイバイ。